リリアさん、ここには来ちゃダメです。艦長、センサーが不自然なエネルギー振動を捉えました。自然現象ではなく、何らかの機械的活動によるエネルギー振動である確率が 87.32% です。何だと思う？クロノスの透明偽装でしょうか。通常エンジンですぐ軌道から離脱、同時にシールドを上げろ。レッドアラートだ。機関2分の1で軌道から離脱します。防御シールドオムニ設定で 80% まで上げます。現在 30%。 全艦戦闘配置だ。スクリーンを戦術モードに。右舷方向だ。機関全速、シールド効率を 100% 上げろ。右舷避難、シールド効率は 97% を維持しています。敵艦の魚雷の装填を確認。アンヌ、魚雷に関する情報は不明です。コース340、マーク0から90の45へ左舷につけるぞ。現在観測 0.87、フェイクリード5号星まで3分の距離です。敵艦が魚雷を8発発射しました。コース360へ進んでいます。敵2番艦がコース50、マーク270の方向に向けて8発発射。エイジアンタクティクスか。クロノスにも艦隊戦を熟知している奴がいるようだ。敵艦よりフェイズキャノンが発射されました。右舷135の方向からフェイズキャノン避難。シールド効率 94% です。魚雷の1発や2発は覚悟が必要か。あちらさんの魚雷がそれほどのものでないことを祈るのみだな。陽子魚雷4発装填。1番は低速モードで敵機関の魚雷8発のコース、2番も低速モードで2番艦の魚雷コースで設定。設定完了。よし、1番2番発射。1番2番発射。敵魚雷まであと5秒。3 2 1 0。敵魚雷計10発残存。想定より多い。なかなかいいプログラミングじゃないか。着弾まであと5秒。3 2 1。総員衝撃に備えろ。被害報告。敵魚雷2発避難。シールド効率 57% まで低下しています。ワープドライブは使用可能。2発、たった2発でこれか。両艦赤城は魚雷をかわしました。ニミッツは1発被弾、シールド効率 34% に低下。ワープドライブ損傷により推進には通常エンジンしか使えない状態です。敵は戦闘艦級が3隻。どんなに高性能だろう、こちらは探査戦闘艦。話にならない。敵機関から通信です。通信に答える前にワープドライブをシャットダウン。艦長、本気ですか。早くしろ。了解、ワープドライブ緊急シャットダウン。シールド効率 5% です。よし、通信をスクリーンに。クロノス宇宙軍所属、ダリボロス艦長アーロンだ。銀河連邦所属、チャールズ・D・ゴール艦長のケニーだ。ケニー、銀河連邦の名門一族とお会いできるとは光栄の極み。名ばかり大きいと敗北の言い訳もさぞかし大変だろう。ご心配いたみる。我々の要求は分かっているな。応じよう。艦長、その代わりに条件を聞いてくれ。なんだ。今我々はこの船を含む2隻が先ほどの攻撃でワープドライブを損傷し航行不能だ。まだワープドライブの生きている船で全員をこの宙域から脱出させてくれ。確認しろ。敵1番艦3番艦のワープドライブが沈黙。2番艦と3番艦に関しては許可しよう。お前の船の乗組員には残ってもらう。分かった。それで受け渡しはどうする？お前たちから我々の船に転送してもらおう。ではこちらから転送距離まで移動する。いや、我々から移動する。シールドを下ろして待っている。転送距離に入ったらまた連絡する。おかしな真似はするなよ。
敵艦との距離はどのくらいだ。当艦と敵機関ダリボロスとの距離およそ 0.34 天文単位です。4分の1速で10分、半速で5分ほどか。ニミッツの乗員は最短で赤城に移管、手段は問わない。了解。全員移管後、赤城はすぐにワープアウトして第5新宇宙基地に向かうんだ。チャールズ・ディ・ゴールの乗員は？我々は脱出ポットで5号線に降りる。後で救出に来てくれ。敵艦ダリボロス含む3艦が本艦に向かって4分の1速で移動を開始。転送可能距離まで10分47秒です。全艦へ通信回線を開け。開きます。どうぞ。全艦へ通達。これから全ての乗員は近くの脱出ポットに乗り退艦の準備をしてくれ。ただし射出は合図あるまで待機。以上だ。艦長、まさか。気づくのが遅い。ワープドライブを落とした時に気づかなきゃ。これしかないんだ。やってくれるな。アンナとドラクロア以外のクルーは脱出ポットへ。コンピューター、セルフデストラクトシーケンスの設定を。セルフデストラクトシーケンスの設定には連邦士官3名以上の認証が必要となります。また説明はいい。銀河連邦所属、エマーソン・T・ケニー、階級大佐。認証しました。銀河連邦所属、ティファン・ドラクロア、階級少佐。認証しました。本当にやるんですね。ただでさえ未開惑星保護条約を破っているのに、これも重罪ですよ。分かってるさ。銀河連邦所属、アンヌ・ペトリシアに、階級注意。認証しました。セルフデストラクトシーケンスが設定可能です。12分をサイレントカウントダウン。ワープドライブオーバーロードシーケンスで、シーケンスコードはアルファ、タンゴ、キューベック、ズール4915。爆発はこの方向で。設定完了。合図で開始します。解除には解除コードが必要となります。開始だ。セルフデストラクトシーケンスを開始します。ドラクロは脱出ポットへ。アンナはオチビちゃんを連れて私と一緒に来てくれ。了解。みんなを頼んだぜ。信じています。ご分を。デッキ1、カーゴベイ。まずは転送のタイミングに合わせて脱出ポットを射出する。その中に一機だけシャトルを紛れさせるんだ。ポッドとシャトルの射出方向はクロノス艦に対して180度で頼む。はい。次にダリボロスに転送するふりをしてエリアと我々をそのシャトルに転送するんだ。高速移動体への転送不可能です。転送されるタイミングでシャトルに急制度をかけて転送可能なスピードまで速度を落とすんだ。その後加速すれば脱出可能だろう。理論上は可能ですが。理論上可能ってことは君のプログラミング次第で実現できるってことだ。頼んだぞ。なんとかできそうです。やってみます。やってみますじゃない、やるんだ。速度が速すぎれば宇宙へ生身で転送、速度を落としすぎればワープドライブオーバーロードで敵艦と一緒に殲滅だ。一体奇跡がいくつ必要なんでしょう。そうか、我々にとっては奇跡と呼ぶほどのものじゃないだろう。俺たちに任せてくれ。君は必ず守る。フィデルみたいに。ああ、フィデルみたいにだ。できました。さすがアンヌだ。早いな。ありがとうございます。
次は転送室だ。急ごう。デッキにトランスポーター。エマーソンより赤城へ。赤城です。準備はどうだ。あと6分で完了です。間に合わない。4分で済ませろ。了解、急がせます。こちらから指示は出せない。そちらでタイミングを合わせてワープアウトしてくれ。以上。アンノは転送プログラミングしてくれ。表示上は座標がダリボロス内になるように。実際の座標はシャトルの中にだ。分かっています。ダリボロスから通信です。繋いでくれ。準備はできたかね、ケニー艦長。本艦は安全転送距離の3万キロの位置に着いたぞ。転送を開始してもらおう。ああ、分かった。ただ、転送のためのエネルギーが不足している。ワープドライブ起動の許可をもらいたい。仕方ない。シールドは上げるなよ。分かった。ワープドライブの軌道と転送座標を確認した。さあ、実験体を送るんだ。わかった。20秒後に転送する。アロン艦長、チャールズ・ディ・ゴールから脱出ポットが射出されています。なんだ、何が起こっている。貴様、何を企んでいる。おい、答えろ、ケニー。何をした。将軍閣下。さすがアンノだ。よし、ワープ 1.1 でフェイクリード4号星へ向かう。チャールズ・ディ・ゴールが。今こうしていられるのは艦長のご判断のおかげです。せめて安らかに。艦長、シャトルの透明偽装処理完了しました。ああ、了解した。エマーソンより赤城、聞こえるか。こちら、赤城です。よかった、無事だったようだな。大佐もご無事で。現在本艦は第五新宇宙基地へ向けて順調に航行中です。それは何より。今は空間通信の出力が十分でないため、すぐに通信圏内を出ます。要件を先に。すでに第五新宇宙基地へは救援艦をリクエストしております。数日以内には到着するはずです。ついでにあれを送るよう司令部に要請してくれ。あれってまさか G ですか。まだ一度もテストすら行っていませんよ。無理です。それでもだ。一応掛け合ってはみます。それと大事なことがもう一つあるんですが。通信圏外か。なんで大事なことならもっと早く言わないんだ。艦長の要求がなければいけたでしょう。聞けなかったものを気にしていても仕方ない。
第五新宇宙基地からの救援が来るまで身を隠していよう。了解。しまった、落ちるじゃん。まさか転送転送マーカーを見落とすとは、なんて初歩的なミス。自分としたことが。三隻の中にシールドが間に合った船があったんだな。ダリボロス以外の船は緊急事態に備えてシールドを上げていたのかもしれません。ブリッジではなかったとはいえ、もう少し細かく確認すべきでした。とはいえ、ワープドライブオーバーロードのダメージは小さくないはずです。しばらくはこの中域からワープアウトできないでしょう。だとしても船がなければどうしようもない。